はい、帰ってきました。こんばんは。5分遅れてごめんなさい。今帰ってきました、握手会から。こんばんは。こんばんは。コーナーしよう。F ケンさん、黒ヤギさん、カリヤギさん、中西さん、ナオさん、パタさん、ドンペイさん、コロコロさん、竹下さん、カズさん、カズ冬日和さん、カズさん、バクさん、ケンタンさん、みかんさん、白熊リクマさん、アールスカさん、ミチさん、ノロちゃん、パタさん、金田一さん、ムーさん、平野先生さん、トシカズさん、ノルちゃん、男さん、チューバックさん、わさびさん、山葵さん、チューバッカさん、シーくんさん、ゲンくんさん、山本くんさん、レイくんさん、ほのぼのさん、ともともさん、レイカタンさん、マーヤさん、湯豆腐さん。あと20秒。やっくんさん、ライコさん、ポップさん、ホップさん、水クラゲさん、バロンさん。あと10秒、こんばんはコーナーだよ。おはようっていう人がいる。ゆなちゃん、アルダンさん、RYOG さん、うみちゃん、あさのよしさん、こんばんは。さんさん、こんばんは。こんばんはコーナー終わりです。今日は埼玉のメットライフスタジアムで握手会でした。私はみっちゃんと大さやちゃんと一緒のレーンでした。で、今帰ってきました。いつもは10時からだけど11時になっちゃったけど、皆さんありがとうございます。メール届きましたかね。この時間22時50から始めるよっていうメール、間に合わなかったかな。22時50からやるっていうやつ来ました。メール、あ、届いてる、よかった。あ、届いた、よかった。面白かった。来てない、届いた、届いた。22時50が22時が、本当ですか。ちょっとラグがあるから、届いたならよかった、よかったです。あ、そう4人で写ってるやつです。来てない方はお楽しみに。たくましい眉してる。そう、来なかった、来なかった方はちょっと待ってくださいね。多分人によって違うのかな。22時50からやるよっていう決定版を送ったんですけど、来てないかな。今日のお菓子は何じゃろな。今日カープ勝ったね、イエーイ。そう、今日握手会の時にね、カープファンの人もたくさん来てくださったんですけどね、その時にね、今カープ勝ってるよって言われてね、ヤッピーってなったヤッピーヤッピーってなりました。イエーイ。あ、お菓子食べます。今日のお菓子は何でしょうか。当ててください。あと3秒。3、2、1。せいや、そうです、鈴木誠也選手がねホームラン打ったらしい。あのね、いつもカープの話してなんでテレビ見れてるんだろうって皆さん思ってると思うんですけど、違うんですよ。我らが広島にはですね、カープのアプリというものがありましてね、試合結果とかね、誰が活躍したとかね、何回裏で誰が打ったとかね、全部その速報が見れるアプリを入れてるからね、わかるんですよ、見れてなくても。そうそうそう。今日のお菓子食べます。今日のお菓子は何でしょうか。当ててください。3秒で。1、2、3。
違います。チョコレートおまんじゅうシューマイ飴 F 県さん5秒ください。チョコアルフォートキャベツ太郎信玄餅チョコ違います。正解一瞬だけ見せます。ピュー何でしょうか。ビスコキュー違います。納豆じゃないです。わかんない。 TikTok 見た？全力まるまる始めるよ全力笑顔ってやってたあ、正解がいます。正解はグミでした。今日はもう夜遅くてね、さっきアイス食べちゃったから今日はちっちゃいちっちゃいグミにします。いただきます。うん、これも誕生日プレゼントでもらいました。緑も食べます。ごちそうさまでした。明日は残りをモモにあげます。何味？グミ味。好き、ありがとう。今日の握手会はね、メットライフでした。メットライフでやったんですよ。埼玉の来てくださった方ありがとうございます。まさか握手会をね、あんなあのグラウンドが見える形でやると思ってなくて、すっごい興奮しました。また今度ね、あ、今日の服こういうやつで行ったらね、ちょっと子供っぽいねって言われる人もいましたけどで、ストラックアウトっていうこの看板に投げるやつのね、マウンドの距離が本当のほぼ本当の位置だったんですよ。ピッチャーがキャッチャーに投げる位置までそこに置いてあって、でなんかお客さんが来るまでやっていいよって言ったからやったんですよ9期生の何人かと。そしたらね、みんなねわーとか言って外れたんですけどね、私も最初何球かはそうだったんですけどね、あとの3球ぐらい全部ねポコンって当たったからね、もうこれは始球式いけると思いました。ちゃんと立ったんですよ、ピッチャーからキャッチャーのところまで結構距離あるんですよ。だからカープさん、私を始球式に出してください。そう、あとねバドミントンをしたんですよ。最初にね池田楓とね、私と中坂かな、もう記憶が曖昧だ、あ、中坂と池田と私でね午前中にバドミントンをしたんですけど、久しぶりすぎて一球もほとんど返せなくて笑われました。でもその後の子供2人、中坂と桃田、中桃と冬っぴの3人でやった時は上手になってました。でもね、バドミントン本当は上手だったんですよ。学年で体力身体テスト、体力スポーツテストで学年の女子で毎回5位以内に入ってて、高校3年生の時とかも3位だったんですよ。でバドミントンもすごい上手なはずなのに、おばあさんになっちゃったよ。でも午後からやってきた人はね上手になってたって思うかも。あ、ゆなさんハートありがとうございます。たーさんもタコありがとうございます。みなさん他にもたくさんギフトありがとうございます。そうなんですよ、もうできなくなりました。できてたものがだんだんできなくなって、お疲れライスだって。セーター当たったよ、ありがとうございます。
池田、池田ダメだよ、みーちゃんダメだよ、みーちゃんダメ、寝て寝てください、ダメだよ、寝て寝て寝て、私は明日もカエニャン来た、カエニャンいいよ、寝なよ、皆さんカエニャンに寝てって送ってください、ダメだよ、カエニャンいいからいいからさっさと寝て門前払い、カエニャン寝てください、明日もあるから、中ちゃんも来た？ねえみんな今日来なくていいから寝てって言ったのに、あ、じゃあカイニャンと池田が来たから、カイニャンと池田が来たから、じゃあもう一回グミ食べよう、おいしい、むしゃむしゃも明日は九州に行きます、だから明日も早起きだからね、見てる場合じゃないよって言ってあげてください、本当に本当に、あとは何かな、今日の話、何したかな、いや、とりあえずね、楽しかった、楽しかったよ、赤ちゃん寝ようね、池田も寝ようね、楽しかった、みんなも楽しかった、よかった、あと17分あるよ、もう本当に嬉しかった、だって選手しか、控え室、楽屋もね、選手しか入れないところに入れたんだよ、ライオンズはパリーグだけどさ、でもセパ交流戦とかでカープも来てるわけじゃん、だからさ本当に嬉しかった、明日は九州に行くよ、嬉しい、今日私の握手来てくださった方どうでした、楽しかった、私は握手会が大好きだからね、すごい盛り上がりすぎちゃったかなって思ったんですけど、もっと大人っぽくした方が良かったのかな、そんなことない？声裏返ってる。ひめたん来たの？ひめたん？ひめたん寝て。ひめたん来たからもう一回これ食べよ。よかった？そのままが一番？よかった。なんか子供っぽすぎるかなと思ったけど、普段からあんな感じなんですよ、よかった、いや明日も楽しみにしてますね、何の話でもいいですよ、アイドルの話も好きだから他のグループの話でもいいですよ、私は使ってない握手券がこんなにあるんです、家にこれぐらいか、盛りすぎた、これは盛りすぎた、これぐらいある、アイドルも大好きです、どれだけガチかって言ったらですね、やめよ、誰の喧嘩はいろんな秘密、こんな絶対初回限定版をたくさん買いまくって、同じなのに、あとね1個は開けて1個は開けずにとかもしていました、そうアイドルも大好きです、小6の頃から大好きです、
ヨウだって。5日間連続です。毎日アイドル目指すぞ。おー、明日どうしようかな。明日は10時からできるかな。15分経過しました、だって。今日は30分だよ。明日、今日は握手会楽しかったです。冬っぴです。初めて来る方こんにちは。冬っぴだよ。でも冬っぴだよ。明日も来てくださる方いるんですか？上見た？上に時計があるからです。おはようございます。今起きた人がいるんですか？時間大丈夫ですよ、大人だから。冬っぴかわいい、イエイ。全力丸々やりました。初めてこれやるのかなって思ったんですけど、 TikTok のやつ。全力丸々始めるよ、全力笑顔とかのやつ見てください、よかったら。私は大人だから時間は大丈夫だよ。全力カープ、どういうこと？高校生じゃないよ。キューキは冬っぴ推しになる予定。やった。今日この服着てったらね、子供お誕生日おめでとう16歳とかね、たくさん言われたんですよ、思ったよりも。だから明日は大人っぽい服を着ていきたいけど、でもこういう服が好きだからこういう服まんまでいたい。全力スライリー、スライリースライリー、喋んなかった。スライリーピンクになる時があるよ。どこのブランドの服が好きなの？ローリーズファームとかイングとか、可愛い系が好きです。似合ってる、よかった。今日の髪型はこれだよ、壁車と一緒だよ。こんな紐みたいな髪だよ。永遠の17歳。セブンティーン今でも、あ、そうだ、今日中坂と私と池田の3人で気まぐれステージやりました。セットリストは3人で考えて、スタンドバイユーと雨の動物園と手をつなぎながら3人でやりました。楽しかった、楽しかったです。雨の動物園ちゃんと踊ったよ、カラオケ。なんかね、ああいうね、本当に3人しか できない気まぐれなね、ヒュッて出てくるステージなのに、サイリウムとかうちわを振ってくださる方がいてびっくりしました。だからいつもよりなんか見れるから、こうやってね指をさしたりしてたらね、指をさすことに気を取られてね、振りが飛んだり歌詞が飛んだりするんですよ、私は。どっちかしかできない。5人の中で仕切ってる子、仕切ってる子はね、いない。仕切るような子はいない。みんなでなんか支え合う。そう、なんかみはるんがしっかりする時もあるし、でももたんとね、ももたんは完全なる癒し。中坂もしっかりしてるけど、でも子供の時は子供だなって感じ。さっきの帰りもね、みんなでね、お弁当、5人でお弁当分け合って食べてました。そう、本当になんかだんだん似てくる感じがあるかなって思う。そう、お弁当買うのもね、たまたまね、普通に一人一人がね、それぞれどれにするとか言わずにね、買ってね、私と中ちゃんが、中坂がね、同じお弁当で、ももちゃんと川島が同じお弁当だったんですよ、たまたま。と思って、好みが同じ。ももたんと同年代じゃないよ。
鬼ごっことかしますか？それっぽいことはします。初見です、こんばんは。こんばんは、冬っぴだよ。シェアした、そうです。あとはね、みんながね、ちょっと多いとかね、辛いとかね、これ苦手っていうものをね、池田が食べてくれてた。冬っぴだよ。大食いじゃないです。だから池田に食べてもらう。歌のお姉さんっぽい。ほんと？どんぐりころころどんぐりこ。ピアスの穴開いてない。今日はグミ食べたし、もう今日は疲れてるから、質問に答えよ。辛いもの好き。移動が多いけどありがとう。皆さんもね、遠征になるから来てくださる方気をつけてきてね。今日もね、なんかすごい、明日行くからね九州とか言って、と思って。だってファン、私たちも行くってことは、ファンの方が今日来てくださっているファンの方も行くよっていうことは、一緒に遠征するってことだから、すごいありがとうございます。気をつけてきてね。もう寝なくちゃ。寝てもいいですよ、明日のために。いいよ、おやすみなさい。行けないのが残念。旅が好きだからよかった。今日富士山撮ったんですよ。だから明日あげるね、綺麗な富士山。なんかみんながふ隣に池田が座ってたんですけど、富士山あるよとか言って、山じゃんとか言って、よく見たら富士山だった。ただの山じゃなかった。そう、山かと思ったけど山じゃなかった。山だけど山じゃなかった。夢だけど夢じゃなかった。そう、富士山だった。よく見たら、下だけ見たら分かんなかった。上の雪を見たら分かった。トトロ？山だけど山じゃなかった。ただの山じゃないよ。写真に撮ってなんか運がもらえそうと思った。静岡から広島に引っ越したから富士山恋しい。いいな、広島楽しんで。カープファンになったら人生100倍楽しくなるよ。どこに行ってもカープだから。春だけど冬ちゃん、そうだよ。あ、私のキャッチフレーズのね、今の季節は春だけど、みんなが一番好きなのはっていうところをね、季節によって変わるよ。あと2ヶ月ぐらいしたら、今の季節は夏だけど、みんなが一番好きなのはにするよ。おたふくソース、こんな。冬か、ありがとう。他に話してほしいことないの？カープ以外。冬はみはるに考えてもらう。キャッチフレーズもみはるに考えてもらったから、冬もどうしようかわかんないから、みはるに考えてもらう。間違えそう。春は飛ぶ？あ、春飛ぶ。あ、え？あ、今の季節は春だけど。今日の服装はこんなんだよ。握手会の服。子供って言われました。見張るんだよ、なよりだよ。今日はどんなお話できた？同期に頼りすぎでは？そんなことないよ。清掃？よかった。黄金山で花見した。へえ。野球好きいる？いける？ウィンク、はい。みはる、ありがとう。はい、じゃあちょっと早いですけど、明日早いので、ちょっと5分早いですが、
終わりにしようと思います。明日早いから早く来てください。皆さんも待ってます。ランキング読みます。番で呼びます。13番じゅんさん、12番あめさん、11番金田一さん、10番しんちゃんさん、9番むーさん、8番えいじさん、7番いっちょるさん、6番たなちゅうさん、5番たーさん、4番平野先生さん、3番本庄美咲さん、2番 F 健さん、1番翔太さんでした。ありがとうございます。ギフトくださった方ありがとうございます。今日はちょっと早いんですけどね、明日も早いからちょっとごめんなさい。ちょっと5分でも早く寝る。明日早いからありがとうございます。明日来てくださる方よろしくお願いします。3870何人の方ありがとうございました。またねー、おやすみ。